消防現像不可の行事川世界大東国福州原社残暑統一大王位市民独唱は社なき大家のその神長行を取り船を南西通り阿部でもろもろの釣り人に習いけり長寺城の隣人を愛にもありけん唐の関数の初めたちまちに出陣を願う船を捨てて山にいるその年三十歳になりけり浮世の危うきを悟り仏道の放棄を知りぬついに鉄砲山に登りて神格大師に参じて昼夜に弁道するある時あまねく処方を参せずせんため脳を携えて失礼するちなみに各地を地に縮弱して抜けず通訴するに骨年として妙精していわくこのみあるにあらず通いずれよりあるとすなわち説法に帰る説法となごかこれしぬだ現者いわくついにあえて人をたるたぶらかさずこの言葉を説法ことに愛していわく誰かこの言葉を持たざらん誰かこの言葉を道徳せん説法さらに問う伊豆だ何度変山せざる C はだるま凍土に来たらず二度祭典に行かずと理由に説法ことに褒めし日頃は釣りする人にてあればボロボロの長所夢にもかくて未だ未来けれども志の浅からぬを先とすれば片江に小ゆるしいき現れけり鉄砲も主の中に優れたりと思いて本格の確立なりと褒めし手は布を持ち一つを変えなりければ思つづりに優れけり片江には知恵を持ちけり階層を持ちけり鉄砲に関ずるほかは伊予の知識を弔わずありけり力あれどもまさに地の法を知する力弁主せりついに道を得ての地人に示すにいわく人事法会これ一家の名字と時にとうとう受けたまわるに御所を言えることは人事法会これ一家の名字と確認いかんが得とくせんひいわく人事法会これ一家の名字絵を用いて何かせん死来日かつてその僧に問う人事法会人事法世界これ一家の名字何時共参加へといわく人事法世界これ一家の名字絵を用いて何かせん死いわく知る何時国産菊釣りに向かって活気をなすことを、まあ、そこ今日はその自動車がその迎えに来てくれる人が12時半にあれしたもんで、それでそこに持ってって自動車がバラにあの、大きいんですけどやっぱり船のせいだなそれで停滞して大変ご迷惑になりました。もう今日からその一家の名字
家の名字というの、これは一粒かっていうのは、このかあの字は、宝石ですね。宝石をこう数える、単位らしいです。それでまあ一個一つの量、これは明らかな玉で、これのあの意味は後に出てきますから、この題名の話は後に来るとしてですね、さらに本文に入る。茶葉世界大総国福州な福州原社参院同一大臣法院知事独唱さない、その何ていうかな、重々しく肩書きを並べたそうになるあの、やっぱり肩書きをこういうふうに持ち出されると、あの原社の知事って人は偉いんだなと、まあ思わせるだろうと思うんだけど、でも茶葉世界から持ち出すんだよねこれは今の我々だったら、あの銀河系宇宙ってそこから始まるわけ。そして何、地球世界、日本国、京都、宇治の人、怖い一山という、こうしますよね。そしていかにも私が偉そうに見えるかもしれないけど、何大したのか。で、現社参議院同一大法一、法一というのは、法の意味なんですね。意味なっていうのは、義務にならんで、その、あれだ、天皇陛下でも、今の天皇陛下なんていうかって、義務人さんって言うとですね、これは、ね、ご無礼に当たるわけです。やっぱりこの陛下っていう呼び方しなきゃいけない。これまああの自分のおじいさんのことね、二八さんっていう人だったけど、この孫がね、おじいさんのこと二八さんって呼んでたの、妙先やったやっぱり日本人としてはあのそう、これ伊八さんっていう名前は言いながら使っちゃいけない、ね、それはおじいさんじゃない。私なんかは当然これいろんな名前で呼ばれるのね。でまあ どの呼び名でもその私に声をかけてくれてるんだと思う、思えばみんな返事しますがね、やっぱりあの弟子たちが交渉なんていうのはほらご無礼しかしながら私なんか本当からいや、あの野良犬だからね、野良犬はコートに違う名で呼ばれるってどんな名前で呼ばれるか、野良犬ってやったらもうもうコートに違うどんな名前で呼ばれても起きてなくて、でまあしかし例えば外国名でもやっぱりそういうのがあるんじゃないかな、そういう呼び方をしちゃ失礼ということですね。でこの法医ってこれやっぱり法医は法の意味なんです。で読書は社内、これはまあ私で言えばさあのさって内山っていう読書ですね。在家のその神僧侶を愛し、船を南海以降に浮かべて諸々の釣り人に習いけ、まあ在家時代はその魚釣りしてます。これ何にせあの漁師だったわけです。何も好きでして、こう、趣味としてね、釣ってたわけじゃないです。で、
船を何代行に浮かべて、もろもろの釣り人に習いつけ、不調事情の近隣を二人にもありげん。この不調事情の近隣というのは、釣らなくてもおのずから上がってくる、こういうの。それを待っていない。非常に妙な言い表し方で、これ私も考えてみたらどういう意味だ。つまりこれで3つの場合が考えられる。不調事情の近隣だ、釣らないのにおのずから上がってくるっていう感じですね。これはまあ素晴らしい、この仏道仏法というようなことね。本来我々の常務としては本来物性を持っている、そういうような、それは釣らないのに上がってくる。それを不退っていうのは待たないっていうと、仏法さえも仏法を 待つことさえも知らなかったとこう考えるとですね、そうすると仏法を求めるっていうことさえも知らないで暮らしていた、こういう話ですね。ところが第2番目はね、その釣りもしないのに上がってくる魚さえも待ってはおらず、それ以上の釣りを望んでいた、こういうふうに考える。そうするとね、その本当だったら釣りしてるんだから、あの餌について上がってくる魚だけなわけだ。おのずから上がってくる魚ってこれはうまい量。しかしその魚さえも待っていなかった。それでだからそれ以上のなんか素晴らしい、まず六本というような魚をですね待っていた。こうも考えたんですね。それから3番目にはね、不調事情の近隣だから釣らないのに上がってくる、これは鳩の兼ね合いなしで上がってくる、鳩の兼ね合いなしで上がってくる魚、これは素晴らしいね。それを待っていないというのがまたこれも鳩の兼ね合いなし。そうすると結局ね、仏法というのはそういうもの、別々無限っていう言葉が別々無限、もう釣るっていうのはもう釣るだけで、それ以上のこと何もないわけね。そしてあの魚もその釣られるっていうんじゃなくって上がってくる、それも全く別々だ。それからそれも待っていないっていうんだからまた別々だ、その別々の剣だ、剣がそれはそれだけであって、それ以上の何にも考えを持っていないこういうことね。だからいわば悲観っていうの、別々の剣っていうのただっていうの。だから今芸者和尚はですね、その釣りをしていたけれど、すでにね、その期間という別々の県のその見識があったに違いない、そういう素質がねあってやっていたに違いない、そういう意味にも取れる。これまあ3つの場合、どういう意味で道元禅師が書かれたかわからないけれど、我々がもうこの調理場の近隣を帰り回りけんという言葉で、ね、私考えてみるとそういう3つの場合がありうると思う。でまあそれどれが本当とも言えない。とにかく道元禅師は名文章家だからね、
それだから、そのあらゆるものをこう余韻にさせるような書き方というか、一方の肝臓の張り目たちまちに出陣を願う、出陣というのは、まあ、もう世の中を捨ててですね、世の中を出る、で出家を願う、船を捨てて山にいる、その年30歳になりけり、まあ私も坊主になったのは数えて30だからちょうど同じだそして浮世の危うきを悟り、仏道の好機を知れぬ、浮世の危うきを知るってもこれは大切なことだと思うんですね。みんなその点は浮世の危うきを全く、悟らない。まあこれ触ってから見てやったらみんなそうだね。浮世のことっていうのは、前にも言ったと思うけど、沢木浩氏がね、もう雲の引っ張り合いみたいなもんだって言ったけど、沢木浩氏の少年をそれ以上味わってもらったら面白いもの、こう雲を一生懸命これのだこれのだってね、私の思うのに読み天のあれに出てくる電気の綿菓子みたいなの、あんな雲を俺のだ俺のだって引っ張り合っている、息はそれだけだ。そして何、自分自身の足、踏んでるところってそれぐるみが不運上のところに踏んでる、ね、それで一生懸命不運上であって不運上に住まいながら雲の引っ張り合いで、そのうちにたちまちに雲がふっと消える、ほっと真っ逆さまに下へバーンと墜落して落っこってくるんだからね。南極の安全飛行機が落っこちるよりもっと高いところから落っこって、これみんな安心してやってるんだから面白いんだね。私このままこういう我々の身の回りに起こっている権力争いとかね、ニュースになってるのを見てて、これ悲劇だなってこの頃つくづくやっぱり年取ってきたんだなその本気になってこういうことがあってならないってそんなことを思わないで悲劇だなって思って見てるけど、それでまあ悲劇だけで終わるんならいいけど、またその悲劇がすぐ悲劇になるんだからね、面白いな。で一応の危うきを悟って、我々いつでも生きてるのに中途半端いい加減ごまかし不十分って、これも沢木浩氏の言葉だ沢木浩氏のあれは言葉、中途半端いい加減ごまかし不十分って、こう一人に言うけど、あれ面白かったね。いつでも本当に中途半端なの、いや子供みんなこれ若い人たちに簡単に結婚して、そして当たり前のような顔して子供を産むけど、これ全然大冒険だね。それで大冒険でこれ子供を、これ博打みたいなもんだ子供を産んだからってこれがこの子供がうまくよく育つのかどうか、子供が大体、五体看護して生まれてくるとも限らない、これも博打だね。だけどとにかく五体看護して生まれてきたと、これがうまく育つかと、これがまた博打だ。そしてその博打みたいなことを当たり前のようにしてやってる、これ、そして一生やるのをそれだけにかけてるとなるとね、これ危ないことになってくるわけだね。もう本当に中途半端だ。で
毎日惰性的に生きてる。それだけで終わってる。それに対して仏道の好機を知る。これが大切だ。この仏道の好機、これ仏道の好機知らないで坊主やってるやつもたくさんいるわけ。たくさんいて大半がそうだと思うんですよね。これじゃ困るんだ。この仏道の好機、一体どこが好機なんだ。いや、この間も最近にね、私のところに手紙を起こした。私なぜこういう手紙をルールとして書いて送ってきたのかと思って、みっちり書いてね、小さい字で、少なくともこの1枚に原稿用紙の直したら3枚以上、それをみっちり書いて11枚あった。それで、ね、これだからそうしてみると3、40枚のものがある原稿だってね。で、しかしならせっかくこれ口にして書いたのだろうと思うから、私も一生懸命メガネかけて読んだけど、そしたらここらにまたすごいことが書いてあったね。この東京の震災でもって両親亡くしたとか、そしてところがあるお寺へもらわれていって、そうしたところがあるお寺の道祖、それからその道祖のお弟子さん、それの時には非常に良かったらしい。ところがその道祖のが亡くなって、それからお弟子さんに嫁さんが来てからがひどいことになった。そして嫁さんがまた子供を産むようになってから、どこの馬の骨だかわからない、出てけっていうところが、その小僧の方に来てみたら、俺の方が先にこの寺にいるんだろうって思ってるのに、出て行くような仕打ちをさせる。これで尺に触ったんで、寺へ火つけてやったの。そしたところはそれが、見つかって、そして半殺しの目に合わされた。ちょうど水上勉さんの、あれそっくりさん。それで、それから、その人の一生が始まった。そういうような話がずっとして書いてあった。ところがね、これ本当にそういうこと珍しくないんだ。私も方々の寺、沢木老子の弟子になったけど、沢木老子が大体宿なし行動でしょ。宿なしの弟子になってんだから、どっかに居候してなくたらね。で、どっかに居候して、いろんな寺へ理想をしながら来たけれど、その点お寺の風景見ると、今のお寺は真っ赤っていうようなお寺が多いね。それでその寺の手紙見てつくづく、なんていうかな、なんとも言いようがない、これまだ返事書いてないけど、なんか書かなきゃならないと思うけれど、本当に言いようのない気持ちがする。というのはね、これお寺へ入って仏法ってことなしでお寺にいるってことは、それがその悲劇の根本で、少なくともお寺にいる限り仏道の好機を知るんですね。これを、ところが大体これ瞑想っていうのは大体独身を建て前にしてずっと来てるでしょ。ところが俺、嫁さん持つってことは間違って持つことが多いんだね。間違って持った嫁さんっていうのは仏法と関係ないんです。そしてその間違って持った嫁さんがお寺を切り盛りするとなんとこれ問題。
その点が、この坊さん俺嫁さんも持って悪いことないと思うけれど、何より大切なのは仏道の好機を、これだけが一番大切だと。仏道の好機ってどういうところにあるのか、ただこの御本尊のところはありがあの拝んでいりゃいいってもんじゃない、もちろんそれも大切だけど、結局ね、これ聖宝現像の比叡三宝の巻にね、なぜ三宝に帰依するか、そうするとね、そう何故にひとえにこの三に帰するやつ、この三者の三宝ですね、三宝に仏法僧の三宝にどうして帰依、我々帰依しなきゃならないか、そうするとその答えにね、この三種は吉祥起祥なるを持ってないと答えます。吉祥起祥というのはこれはつまりということで、つまり来るところ最後の最後、どうしてもそこへ落ち着くよりほかしようもないところということです。これを沢広氏がね、行き着くところへ行き着いたっていう、ね、言葉で言ってね、私が沢広氏に行くとき、沢広氏の鶴見の当時で沢広氏の話をしてました。そしたら行き着くところへ生きた生活しなきゃならないって、その言葉聞いてこの人の弟子になろうって言って、もう本当本気に言ってこの一言だった。結局ね、生き着くところに生き着いた仏法は生き着くところに生き着いた生活だって、そういうことを先ほど言われたんです。で、私も確かに生き着くところに生き着いた生活をしたい、生き着くところに生き着いた人生を送りたいと、それが私の願いだったから、そうはっきり行き着くところに行き着いた人生でね、その頃私は言葉に出てこなかった。しかしながら行き着くところに行き着いた人生って、その言葉聞いた時に確かに私の求めてるのはそれなんです。だからこの人の弟子になろうって、佐木老師の弟子になった。それから以後、その本読んでたら、この比叡三宝の前に吉祥起祥っていうのが出てきた。はは、沢広氏これを現代語で翻訳したなと思った。やっぱり種本はあって、仏教っていうのはね、そういう点にあらゆる種本が書いてある。で、これを私はいわゆる最も洗練された、洗練されきった人生の Define and Distill と言うんですね。そういう、最も洗練された人生タイプ、これが大切なんです。これをね、みんな野暮なところを求めていいんじゃなくて、悟り開いたら活動していい境界になると、これね、この人生と関係なしに、この悟りの境地を求めている人が多いと思うんですよ。この人生と関係なしにね、そういう悟り開かれたんで困るんです。もっと俺が偉くなって、そして人を見下して、人を何だったらこづいてやろうって、毒をつけて人をこづいてやろうと、そういうような悟りなら開いてもらわない方がいい。そうじゃないね、こんなね、ガラッパような悟りじゃないですか。そうでない、お互い人類として、本当の人生の、最も洗練された、されきったんですね。だから誰が、誰も彼もみんな、行き着くところに行き着いた人生を送るようになったら、みんな本当に
安らかなって、そういうようなものを求めなくていいんだよ。俺一人が悟り開いて、そしてそれこそシャモが火を蹴っ飛ばすように、その悟りを持ってガーンってその一括して追い払うような、そういう悟りを求めるって、これは本当に中途半端、いい加減、ごまかし、不十分だ。そうじゃない、本当の行き着くところに行き着いた一生を着るところ、これを求めない、そこが仏道の根拠。でついに鉄砲山に登りて品格大地に感じて昼夜に伝道、要するに鉄砲、鉄砲山に登って品格昼夜に伝道、ある時あまねく諸法を探せずせんため、脳を携えて失礼する。ちなみにこの雲水っていうのはね、昔は印刷っていうこともないから、本を読むっていうことないから、やっぱり師匠っていうのはね、自分の足で探して歩かない。で、あっちこっちとね、雲水修行っていうのはそれだった。それで何その本を足に豆を食って歩き回って何を求めるかと、本当この事故に出会うために、本当の事故に出会うために、その分水編みできました。それでまあ鉄砲のところだけでもいけないんだろうって、それでよそへこの分水神話に出ようと思ったんですね。ところが出かけてくるときに足の指をね、地面に蹴つまずいて、ね、そしてぶつけてる、受け付き通訴するに血が流れて、通訴って両方とも痛い、骨面として尿性しています、この身あるにあらず通ずれるように去る、言った途端にね、この好みあるにあらず、これそらそうだ、般若心経にもね、あれでしょ、無限に理熱心にってからある、目も耳も鼻もこの舌も体もそれから心もないと書いてあるね、無限に理熱心に無知証拠に速報無限界ないで、まあここまで言わなくてもとにかくそう書いた。そうすると本来この体はないわけです。ところがこれ痛いっていうのはどっからで、だからそれをね、今の成長の家の谷口正治さんって言うと、これを現代語に分かりやすく言うんだ。それでこの肉体は本来心の関与ないと思えばない、ないないって、そうすれば病気もない、痛みもないって、ね、それなのに何だって言いたいんだそういうふうにね、これ谷口正治さんがこれ現代語訳したらそうやって、でね、本来のこの般若心経に確かにないと書いてある。で成長の家は仏教を本当に分かりやすくその現代語の訳した現代人に言ってるんだって、成長の家じゃいい、そうすると仏教の坊さんまで成長の家の方が仏教の話より分かるって言って、坊主のくせに成長の家の信者になってるやつがいる。なんだよ、わけはない。仏教ってのはそんなね、単純なもんじゃない。もしこの本来この体はない、ないと思えばない、
のないないと心の影でないと思えば全くないと、痛みもないと、そんなもんじゃないもん。そんなこと言うなら、それはね、いわゆる西洋哲学流にや素朴的関連論の単なる関連論、関連論も素朴的な素朴的ってのは野蛮的ってことですね。で、決してね、今ここに現者の主人と言った是非に食う食う言わないね、これはそんな単純なことを言ってんじゃないんです。これはね、この身は木のうなりを呼んだ方が当たって、木のうなり、この漢文というのは面白いね。この木のうなり、これ読める。で、この木のうというのは何なんだ。ウパニシャットっていうのはね、これ仏教以前のあれ、ベーダ時代から、その以後のウパニシャットっていう時代があるね、インドの哲学の。これもう何千年も昔だった。ウパニシャットのアーラニヤカ編っていうのの言葉に、あらずあらずと言うべきのみっていう言葉がある。何か、あ、これ神様って言ったらもうそのあれは当たっていない。本当のものっていうのね、まあ私の言葉で言えば、ば生命の真実というような、生命の真実というようなものはこれって深めない、あらずあらずと言うべきの、これでもない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 ですね。ただあらずあらず、そのウパニシャットのアーラニヤカ編っていうのは、私まあこれウパニシャットの本ちょっと覗き見た程度だけれど、そのアーラニヤカ編のあらずあらずと言うべきのみと、これは素晴らしい深い言葉だなって、ね、私感心したのさ。これまあずっと前に、そして本当だったらウパニシャットのそういうような言葉とですね、それから仏教の空と無常とか空とかっていう言葉との連関というかね、思想的つながりっていうのを研究したら面白かろうと思うんだけれど、私まあその暇がないから、そういう思想史になればやらないで生きてますがね。しかし確かに何かウパニシャットのそういうあらずあらずと言うべきのみという言葉は仏教の中入ってると思う。それを土台にしてると思う。それで仏教はこれをね、結局無常ってね、初めお釈迦さんの時にあらゆるものが流れてる、そうすると、あらゆるものが流れてるって言って、これ流れてるから掴めないですね。しかしながら無常って言ったら、その無常だけは掴めるじゃないかということになってくるね。無常だけは無常しないのか、そういうふうに言葉言われてこない。これだからまたこれ無常っていう、無常するゆえに空というんですね。これ第一度の出てくる。結局無常も無常してるから、だからもう空、空っていうのもつかめない。この前も空の話でしたけどね、結局だからやっぱりね、本当はあらずあらずあらずと言うべきのみだ。そのあらずって何か、概念的に我々いつでもこれはメガネの茶、これはメガネ、これはコップ、これは水差しと、もうみんな一つずつ掴むでしょ、概念的に。ところが
のあらずあらずと言い受けてのみせの掴んだ中にはないってことね。あらずこの言うか今掴んだ中にあらずない掴んだ中だからこの今火のうなりっていうのね、掴めない、掴んだらそこにはない、そういうところのそれじゃ何もないのか無なのかそうじゃない、火のうなり、そこにはない、しかしながら実物はある、本当の生きた実物はある、そういうでこれ仏教のね根本というのはね、いつでもまあ私の言葉で言えば生命の実物一つだけよりいつでも問題にしてる。で今の現象のその是品非物っていうの結局この生命の実物としてのこの体っていうのね、これは概念的に掴んだこの私の体とこう思う、その中にはない、もう一度もうすぐ掴んだ私の体とこうね思った時にはもうそれあの流れ去って、その中にはない、ある。で決してねその成長の家が肉体は心の影ないと思えばないというどんな単純なもの、これは我々いつでもその概念的につかんだそのあれですね、言葉に慣れすぎている体っていうとちゃんともうこの体だと思うのかね、そしてこの体はあると思う、ところがそうじゃないにいつも言うようにね、その我々赤ちゃんとしてほにゃーって生まれてきた、生まれてくるとこれやっぱりあの今ここで生まれた赤ちゃんの見てる世界も今我々が見てる世界もこれも同じ世界だと思うんだ、同じ、しかしながら生々しい世界にあらゆる見てる、でもこれ全く言葉がない世界、そこが赤ちゃんがだんだんこう抽象力が働いてる、人間の赤ちゃんだからね、抽象力が働いていつも同じような顔を見てると、これなんか同じ顔だなって最初そう思いやしないだろうけれど、そう思ってる、そこでママ、ママって言って言葉を教えるんだ、ママってね、そうするとお母さんの顔を見るといつでもママってこう言うようになる、それからバイバイっていう言葉もだんだん覚えてる、そしてその言葉とともにこの赤ちゃんは実際の我々の見ている世界で繰り広げてくるわけでしょ。だからこれをあの聖書のヨハネ先生は初めに言葉あり、言葉は神なりってね、言葉がいわば創造なんだ、そういう世界をまあ普通は見てる、しかしながら仏法の見てる世界はそういうその言葉の創造した世界じゃないんだ、この全く真っさらな、これ抽象される以前の世界、生命の実物は、で我々はいつでも抽象する世界をだんだん繰り広げていくと同時に生命の実物を見失うんです。今我々が見てる世界はみんなあのこの概念的にこれこれってこう使うんです、
そういう世界だけ見えるんですね。それで本当の生命の実物を見失っている。で今我々が見てる世界はいつでも何か概念的に掴まれた世界だと見てる。俺はその概念的に掴むっていうのもね、いい加減なもんだ。本当は概念的に掴むってこれ主観っていうけどね、主観性というのはサブジェクトっていうでしょ、英語でね。サブっていうのは下に、それからジェクトっていうのは投げるっていうらしいんだけど、つまりその根底にね、何か投げかけられるものがあるんだね。それが何かって、私が自己っていう本にも書いてあるけど、結局物足りようの思いがその底に働いてるんです。何か物足りようの思いです。だから俺何かこう概念的に掴むと同時にこの中に俺の物足りようの思いを盛り込んじゃうのこれがね、意識的に盛り込むんならいいんだけど、そうじゃない、意識する以前に盛り込んじゃう、潜在意識。だからこれ赤ん坊にしたらここに焼き芋っていうね、焼き芋があると、焼き芋っていう言葉を覚えると同時にこれは私が俺が食べるものっていうね、そして他のやつがドカンってね、その他のやつに食べさせる。これ焼き芋、食える焼き芋だとこう掴むと同時に他のやつは食べさせないっていうの、あれが働いてるのか、どうですね。それは焼き芋ならいいけど、これ掃除大臣の5つですね。押すとその掃除大臣の5つとなると、その数の概念的内容も複雑だろうけれど、しかしながらその底に働くことは単純だ焼き芋食わせないとそうなっちゃう。俺がこの椅子にふさわしい、あいつはダメだそれだけの。それでね、そこでもって今度ただそれだけならいいけれど、お互いにこう競り合うからね、この間試合盛んにやってたからよ、だから互いに競り合って俺こそふさわしい、お前どけって、いや俺こそふさわしいんだよお前どけって、お互いにそれ競り合ってくるとだんだんそのあれだ、こうじてくるから。でその講じてくるところに今度は狐がつくの。これ日本で狐って言ってると外国にも狐ってのがあるのかな、これとにかく狐に疲れる。いや本当に連中のやってることを客観的に見てとかさ、本気で将棋でやってるとは思えない、狐がついてるそう思わざるを得ない。そこで一瞬なんだね俺俺の思いの突っ張りがんがん俺俺ってね、その思いの突っ張りが頑固にこう組み合わさっちゃって、で狐の踊る舞台のところがあってそういう一瞬が浮かんだ。当然世の中のこと全てね、生命の実物を見失った人間たちがですね、狐に疲れて踊っている舞台。いやさっきも言ったけど、そう思って見てとはさ、これ結構楽しいその新聞見ててね、気分公害してる人もいるけど、私はまあおやめになった方がいいけど、気分公害すると年取ってから血圧が上がるそれよりやれ面白いってね見てる方がいいと。いやその時から本当に気分公害、若いうちはね気分公害するとこれ元気張っていいって言ってそれもいいけど、本当に年取ってから気分公害するとよりよ年寄りに至ったような今の若いやつはって言うとね本当に年寄り人って良くないと、血圧も上がる。でそうじゃない、面白い面白いってあれあれと、
その辺爪がついてることですね。でしかしそれにしてもそのそういう狐に疲れて踊ってるやつが若いその連中がやってるんならまだしも、みんなの老老大々ってこの老老大々っていうのはこれはまあ足も取ってて貫禄もあるっていうような人間に対する尊称じゃない、その老老大々常に疲れて踊りたいだからこれ本当に悲劇です。ところがさらにあえてですね、その老老大体ね、狐に疲れたまんま死んでいくんだ。おっと老老大体疲れたままで孤独でね。でもう一歩そうすると興に乗ってね、もう一つこう繰り返して老いぼれが疲れたままで孤独でねと言いたくなる。おっとこれはもう悲劇を乗り越えて。でも世の中のこと事実そうだね。でいやこれ何も政治の世界だけじゃない、いわゆる、あれだね、一つの大会社の中でもあの社長っていう社長だか会長だかじゃないけど、そういう水の取り合いでやっぱり老老大々常に疲れて踊りだしてやってるわけ。あるいは、いわゆる学会っていうか大学っていうのもね、これも小さな世界の中でみんなのあれしてるわけですね。これ、病院の中でもそうですね。あるいは、宗教界までそうなんだからこうなるともう宗教界も、まあ私、その内部、あんまり知らないから、結構だけれど、内部、ちょっと覗いてみると、どこでもこうやってるんだ。で、その点は、だから、こんなことがあって、けしからんっていうだと、本当にね、血圧は本当に上がっちゃうわけで、それがじゃもう、やれやれと思って、その面白がって見てる方がいいと。でも、そんな無理なことってね、言った人がいるけど、そんな無理なことっていうぐらいの影響いらない。それやめて、仏法の話聞いた方がいい。仏法の話聞いてって、ね、要するに、俺俺の思い外せば狐落ちって簡単なんだ俺俺っていうね、その思いだけちょっと外すとこれもう頑丈にその組み立ててある狐の舞台がいっぺんにバラバラってこう崩れちゃってるね。それこそさっき言った発運なんて世界なんです、不運の世界なんです。だからふっと消えちゃって、そしたらまっさらな実物の世界がある。でつまりね、結局思いの、私がいつも言う思いの手放ししたら、そしたらね、どうせ本来の生命の実物に返って、狐はすでに落ちてる、そういう世界がある。でまあ現象の日々もね、足をぶつけて、あいたーって言った途端にね、ぜひに日々、生命の実物に帰ったわけだ。で、すぐ行かない。これもね、なんだってこんなに痛いんだろうってね、体は本来ないはずなのに。ないと思えばないって言うないないと思ってるのに、しかしそれにしても痛くて何だって痛いんだろうって、そういうんじゃないんです。この何っていうね、これ日本語でも何、これ何っていうのと何っていうのとちょっと違うね、発音の仕方も
あのなんだなっていうような使い方もあるでしょ。あれ持ってきてくれ、何ですか。そうだ、これちょっと面白い考え方。あれ持ってきてくれ、何ですかっていうと、いかにも何ですかっていうと、なんか聞いてるみたいな。しかしながら、そうじゃない、もう実物で知り合った同士なら、あの何ですかこういうことね。で、そうだっていうことが出てくる。でね、これから、その、証拠現像に出てくる話は、そういう、あれが微妙なところをね、よく、出てくるんでね。今言う、これもね、文字面だけ見れば、数字、いらない、何より光る、こういう意味で、あれだけ言うと。今、ぜひ行きますね。あいやしかしながら、その、本当の、生命の実物っていうのね。それを、数字がないって言ったら、ぜひ行きますって言った時に、生命の実物に、電車の指示が返った。その時、あの何だなって、こういうことはね。だから、ぜひ、ひう、くう、じがないってのは、この身は火の具だ。その何から来てんだなっていう。生命の実物、言葉には言えない生命の実物から来てんだなってこと。それでね、まあ、このぜひ、ひう、くう、じがないってのは、私のね、また一瞬間なんだ。道生の思い外れて狐落ちて痛みは痛み、ただ痛いから別々向けたね。その道生道生ってね思う、いつもの我々なんかって言うと道生道生って言ってんの。その道生っていうね思いが外れた時、狐がいっぺんに落ちた。その時にね、痛みは痛みだ。ただ痛い。ただ痛いっていうのは別々に受けるんですね。あいだーって言ってもさ、それはね、別々なんだ。ただそれだけであって、他のどうしようって思いがない。だからこれはね、どうしよう、すぐ知らないっていうのは、どうしようどうしようっていう、思いもがきの病んだとこだ。どうしなくてもいいってか。どうしなくてもいいってか。だから、もがかなくてもいいってか。確かにみんな、そういう、どうしなくてもいい世界、もがかなくてもいい世界に住んでるな、生命の実物ってね。で、これをね、決してね、今、その芸者の日々の夫婦だけに限らない。我々がいろんなことを、もう日常生活でもっていろんな悩んでる、みんななんか悩み持ってるんじゃないですか。これみんなその世間の人を見るちょっと見ると何の悩みもないような顔してるわけだけど、何か悩み持ってるし、じゃあ何ともない普通の顔してちゃんと目もちゃんと揃ってる、目も鼻もちゃんと口もってちゃんと揃ってる人がや私のところやってきて、その時々思いがけない夫婦としてその悩みを喋る人いるもん。本当、私この人の喋ってるのを見ていながら、ああこの人のこの頭の中でこれだけこう複雑に悩んでんだなと思いながら見て、そういうことある。これちょうど大垣にいるとね、伊吹山のとこだけ冬、これからいつも日暮れてるのね。こっちから見て、こっちは青空。
青空から伊吹山のところの日暮れあの吹雪いてる見てる、ああいうとこんな気分だね。なんともない、こっちは青空の世界、しかしながらこの頭の中でこれだけ吹雪いてる、そういう気分の時多いもんです。で、それをよくね、あれなんですね、我々あらゆる悩み事に苦じがないっていうのと同じように脳じがない、またこの我々反省してね、工夫してみたいところだね。生命の実物これね、どうしなくてもいいのにどうしようと思う、そこが悩みます。おのおのこの自分の悩みに当てはめて、その辺をよく探究してみたいと思う。こういう特番です。